誰なんか見とると職にいじめとんかなとか思うんですよ。ショートぶつかったでしょ。ぶつかったというか感覚が全然甘かったもんで、KBA でしか見てないんで、 KBA がこんだけしかないんでとか、やりにくいかなみたいなあるじゃないですか。人の使い方が下手っていうか、喋りにくいですもんね、やっぱ上からっていうか、井村君の考えで押し通されちゃう。予算内できたねじゃなくて、できたんじゃなくてやったんだよ、追加くださいってもうストレスなんですよ。だから何しよう、だったはっきりしよう、心配しよう、心配しよう。重症ですよ。ああ。久しぶりですね、山野さん。いろいろ問題起きとったけど。なんか塗り替え道場やめたいって言って。ああ。なんかショートぶつかったでしょ。ぶつかったというか、ここ使っていい、まあ、ぶつかったというかもうここ使っていいですか。単価が全然甘かったもんで、もう一回言ってください。単価が全然甘かったもんで、単価が全然甘かった。4現場ぐらい。そう、まだ溜まってるね、ちょっと顔がまだスッキリしてないね、まだちょっとストレス溜まってるね。浜野さんの優しい顔じゃない。いや、そんどらんもんで疲れとるんですよ。あ、本当暑いし、ちょっと時間できないでしょ、はい、なんかちょっと顔がなんかあんまいい顔しないもんね、いつものニコニコじゃないもん。そうです、単価の話になったら顔がプロだね。そう、全然甘かったですか。甘かったですね、本当。毎日で、それは何、基本単価言われたらもう、あ、はい、わかりましたって絶対言わんようにしようんだ。はい、いや、これ合わんよって言って言わんだ。ここはあんまり言わない。言わんよね、浜田さんね、言いたくないんで。ああ、ほんでもう、あ、言わんかったらこういう風かみたいな感じで、もう溜まっとったんだ。で、毎日もう6時過ぎまでやったので、あ、もう合わせなかったね、なんとか。はい、ちょっと動画重たくなるかもしれないですよ、これ。ちなみに視聴者の人は分からんかもしれないけど、浜野さんがあの可愛い、ね、緑の店長兼、まあ、今塗り替えの責任者だよね、はい、にもう話持ってたんだよね。相談して、うん、本社の職人やってるから井村翔が上に置くと、はい、であいつがいい悪いとかじゃなくて、まあ、まずは単価が合わんと、はい、だからちょっと塗り替え抜けさせてくれと。さすがにじゃあ緑店の仕事やるとか春日の仕事やるっていうのはちょっと俺は違うと。まあ、春日井のが現場近いんで、うん、名古屋来るより、うん、あの江南とか岩倉だと、うん、だからそっちの方は行こうかなと思って、うん、あ、それも話したんだ、はい、川合君に、うん、あんまり、あの、本社が合わんのだったら、うん、なんて言われたんですか。そしたら川合君が井村君と話して、うん、1時間半ぐらい喋ったらしいですよ、うん、で単価をちょっと見直すでとかいう話になって、うん、井村君が、うん、それは人間的に合うが合わんとかじゃない。俺はそれなんかそういう話もちらっと聞いたけど、まあちょっとあの動画だもんね、言えんこともやっと浜田さんの笑顔が出てきた。そんなことあったんですか。あ、そんなことあった。俺、川合君がちらっと聞いて、いや、まあ大いに頑張ってやってくださいって言って、俺はもう別に任せるよって。まあ、その川合君もまだショーに言い切れんとかあるわけじゃん、はい、見とって、まあ、これ動画使ってもいいんだけど、ショーなんかもともとね古いし、もう17年ぐらい俺と一緒なのかな。で、川合君はまだ8年ぐらいかな。だけど、まあ、川合君が今責任者やってるわけじゃん。まあ、ショー一回やめとったしね、うん、井村君の場合はこっちは提案しても、うん、やっぱ井村君の考えで押し通されちゃうんで。例えば考えっていうのは、だからこういうふうにした方がいいんじゃないのとか提案するじゃないですか、うんうん、やっぱ井村君の考えがあるもんで、うん、その井村君の考えで押し通されちゃうんですよ。あー、なるほどね。こうしましょう、これがこうしましょうか。あ、もう結局要は、ね、職人だってそこは任せろみたいな感じで、はい、まあ、こっちの方が俺は楽だしと思って、ね、やりやすいと思って提案するやつでも、うん、いや、こうしてくださいみたいな感じで言われるもんで、あ、どうかなみたいな。それは浜野さん溜まっとるな、これ思ったより溜まっとるね。それはどうかなみたいな感じ。あ、本当。ちょっと話しても合わんなと思った時期があったもんで。あ、今はどうなんですか。今は別に世間話はしますよ、やっぱり、うん、はい、仕事に関する話になるとやっぱこっちも重たくなるじゃないですか、うん、まあそうだよね、重いプロだよね、うん、やっぱ職人で口が重たくなるじゃないですか、うん、言いたことも言えん、あ、全部金額の話ね、あ、全部言えんみたいな、うんうん、あ、仕事の話も、はい、やっぱもう、あ、本当こうした方がいいんじゃないかってプロとして職人として思っても
家の時もあるんだ。まあ、どっちみち言ってもまあ却下されるなみたいな感じなもんで。マジ？これはちょっと問題動画になるぞ。社長笑ってますけど結構重たくないですか内容？いやいや重たい、笑うしかないじゃん。いやだけどまあ。まあ、一つは、まあ、浜田さんもこれは分かってると思う。うちの人間、まあ、視聴者だで分からんかもしれないけど、浜田さんもその重たいとかいろんな思いとかやめるって言ったがあって、井村翔は嫌いかもしれない、腹立つかもしれないけど、あいつが一生懸命やってないってことではない。それだけは分かってほしい、うん、視聴者にね、うん、その上で大いにぶつかってほしいんだ俺は。だからあいつが、あ俺も確かに俺いつも同じこと言われて、あれもう気難しいじゃん、 あれ一人すぐ嫌われるんだわ。で俺の方ばっか見るなっていうの、お前社長の方しか見てないんだって、部下の方見てないって言うんだけど、もう俺使ってもいい、うん、はい、僕としては部下の意見を吸い上げて、うんうん、社長にぶつかるぐらいの方が、うんうん、言ったいいと思うんですよ。ちょっとこれちょっと面白くなってきた。ちょっと盛り上がろうか。いやこれさらっとちょっと近いでちょっとミニ告白やるつもりだったけど、これは燃えとるぞ。誰結構食べとるね。水口くんとかもそうじゃないですか。動画になるから、まあ、あの一応これ編集したやつは、はい、あの浜野さん一回送るから、はい、別にして別にいいですよ。だからもう思いっきり喋ってください一回、はいね、でも思いだからあのねその悪口じゃないじゃん、陰口じゃないから、はい、もうここ使ってる編集さん、ここもね、はい、まあ、うん、意見が合わんなっていう思いがあったんで、うんうん、はい、河合くんは職人だったもんで、うん、こうした方がいいのじゃないと、とか言うと分かるじゃないですか、分かるじゃないですか、うん、あ職人なんでね、あそうですねみたいな感じで、うん、単価の話でも、うん、あこれはちょっと面倒くさいですねみたいな、うん、なんか今田君は意外とあの平米でしか見てないんで、あなるほど、ね、面倒くさいところでも、うん、平米がこんだけしかないんでとか、うん、でもやりにくいがみたいなあるじゃないですか、うん、こんな狭いところ今日は出しちゃうよ。いや俺ハマルさんの時あんま喋らんからさ、はい、なんか何で動画撮るかって思うけど今日は撮りやすいよね。めちゃくちゃ撮りやすい。あそうこんな狭いところ、この前も、ね、もうめちゃくちゃ狭いところに雨戸があったんですよ、うん、上下、うん、どうやって塗るのって、うん、形通れんかって、うん、あでも平米こんなくちゃないんでとか言って、あまあ予算ちょっと見てって言っても、はい、イエーっつって屋根があって、うん、屋根40ぐらいあったのかな、うん、で壁が100ぐらいしかないとか言ったけど、うん、普通に2階建ての住宅なんですよ、うん、しかなかったので、うわーこっ入れてくださいあ、ほんとちょっと偉いんじゃないの、うんうんうん、で、河合くんがそのなんかその価格表に合わせて見てもらったら、うん、やっぱ僕はですねとか、やっぱり1人区2人区少ないのがずっと続いたん で、 あでもうまだ妻は暑い時にもう6時半とか7時までずっと回れちゃったんでカーなってくるわね、でももうこれも我慢できんみたいな、いやこんだけやって合わせなあかんのだったら、もう当たり前に5時に帰ってる人たちと同じだったら、うん、もう合わんよ、うん、まあそうだよね、うん、だからまあちょっとよそ行くかもしれんって、うん、まあそれ回復に相談したんだ、それはいきなり井村翔にやっぱ言わんっていうのはこれ井村翔のために言ってほしいんだけど、やっぱ言いづらいんでしょあいつって、腹割ってなかなか喋れないです、喋れんよねあいつってね、いやあいつそれ言うと、いや僕はそんなことないって会社のことを思って動いてるのはまあ分かるじゃん、でも不器用だよねあいつってね、まあ人の使い方が下手っていうか、うんうん、なんかあります今日面白いなここは P 入れてください。いやね、あとは一瞬出すからね、うん、みんなここでも、うん、井村さんに相談しても、うん、結局はもうあそうそうそうなんで、うん、俺それ勝利何回も言ってるんだけど、だからあの相談してもしょうがないですよね、うん、みたいな、あいつ耳ついてないもん、俺がすごいこういうふうだぞって言ってもいやそんなことないですとか言って結局は却下されちゃうもんで、この動画撮るかこの井村シリーズ撮るかあいつまたグリグリになっちゃうから、僕の時はそうじゃないですけど、うん、とかって聞くと、うん、もう細かいとこまで、うん、あの見られるっていうか言うもんで、ね、そこまで、うん、ちょっとそこは妥協してよっていうところでもちょっとこう直してとか言われるもんで、俺これ視聴者の人が、まあ、聞いてて使っていいんだけど、よく言うんだ俺自分がさ、まあ、見積もりとか最初やってるから、だけどやっぱパッと現場行った時に汚ねえとかさ、俺そういうのが一番嫌なの。でやっぱさ、お客さんが自分の家なんだから玄関先とか、やっぱ俺の自分の家でも玄意つくとこ完璧にしてよって、
だけどじゃあ裏のに屋根の上のこの天のこと言わないんだよ。狭いこういうところとか、そうこんなとこは別に家壊れるわけじゃねえんだから、まあ確かにそういう考えはあるよね。ソクラテスかなんかあの銅像がさ、誰が見えるんだってこの、ね、城の上に建てるさ、銅像を後ろまで綺麗に作ると。だけどその誰が見るんだと、前だけでいいだろうって言ったら、ね、それじゃダメだっていう人もおるらしいんだけど、だけど俺は予算があるから、でそのソクラテスかなんか知らんけど、そいつはこんだけくれと、で裏まで全部使うの気が済まんと、そのライオン作るならライオン作るで見えんとこだろうかなんだろうか関係ねえと、で金を予算があったらいいけど、俺はお客さんにさ、この裏まで俺らは死ぬほど塗りたいからね、こんだけくださいって言ってるわけじゃないから、でもさこんな狭いところの人も通れんようなところ、紐当たらんから痛まんわけや、はい、そういうところにさこんなチリ一個見つけてこれ見直せって言ってったら、とてもじゃないけどやれないんだよ。誰なんか見とると職人いじめとんかなとか思うんですよすいません思うんですよ。でもほんまに溜まってる、溜まってるよ。そんな普通言う方じゃ僕ないと思ってたんで、いや見て取りに来てよかったね、あのさんね、まあ、ちょっと近くに寄るからあれだね。なんかまだあ今じゃあショートの関係が100じゃないんだね。そこ大事ですよ、ぶっちゃけだ、まあ、仕事以外 では別に全然あれですよ。ああ、はい、これ本当に本当に何度も言っとくけど、あの注意がギャップププって出ると思うけど、井村翔は悪いですよね、はい、でお客さんにとっては本当はああやつがいいよね、はい、確かに安く言ってたしそうだけど、で細かいし職人カチカチいくし、本当にお客さんが人気あるし、でコミュニケーション能力が高い低いこともないよね。そうですね、うん、別に高いし、でもなんかそのなんかあれだよね、あいつ下手だよね、俺もわかるんだわ、ちょっと上からっていうか、うんうんうん、な感じがあるもんね。ああそうだねそうそうそう、なんかそういう風に聞こえるんだわね。で無数としょでしょ、愛嬌ないでしょあれ、まあ、なんか顔がいつもうんみたいな、そうですね、はいはいみたいな感じでしょあれ。お客さんの前では違うけどね。この前の現場の時に井村君話しに来て、河合君から聞いたんだけど、うん、でちょっと単価を見直すんでって言って、うん、そういう言い方なんだ、すいませんじゃなくて単価を見直すんでみたいな感じ、単価を見直しますから、分かる意味でしょう俺のお母さん言ったらあいつこの動画見ても分からんからねこういう言い方に聞こえてるわけ、あいつは気づいてない、別にそんな言い方僕してないです、そうお前がどう言ったらどうでもいいんだよ今でこの前の現場気使ってくれて会いましたかって言って、うん、まあいつもと同じだよって僕は言ったんですよ別に全然いつもでこの前の現場のことがあるんで、うん、ちょっと見ますみたいな感じで、うんうん、別にいいよって俺は言ったんですよ、うんうん、そんな丸と、ま、マイナスなかったんで、うんうん、なんででもそれでさ浜野さんさ、まあ、塗装の職人これ、まあ、特に一般の人が聞いておいて、まあ、うちの PR みたいになってもいかんけど、基本的に塗装の職人とかその辺におる人たちって言ったらいかんけど、生もんじゃん、あのねキッチン作っとるわけじゃないから、部品1個削るってことできんから、ビス1個抜くってね、大工さんでもそうだよね、こういうのってまあどうにでも手抜けるわけじゃん、まあそうですね、1人区2人区なんか何本でも抜けるわけじゃん、はいはい、余裕じゃん、はい、だけどそれはやらないのなんでなんですか。塗装話のプライドですよね。あの汚いのは嫌じゃないですか、うん、自分でやって自分が塗ったのに、はい、うんうん、ちょっと乳首挟んだらごめんなさいねでお客さんにも喜んでほしいし、うんうん、汚いねこれって、うん、上がった後に言われるのも嫌だし、うんうん、あすごい職人になってまたって、はい、あこれも投げてくるねこれ確かね。いやだけど賞はもうこういう感じなの、この金額少なくても多くても、うんうん、自分なりのここまで仕上げようっていうプライドがあるんで、そういうことだね、はい、で金額うんじゃなくて、もう自分がここじゃないと納得できんっていうのがあるから、うん、もうここでやっとるわけだよね、はい、でここが上がらんで、じゃあ聞きやすいから俺はこうするんだとか、はい、そこに合わせるんじゃなくて俺のこの仕事に金額のことも合わせてるもんね、はい、えっあっ、こんにちは、こんにちは、あ、セスタですか。そうです、あ、よろしく、社長の小林です、すいません、あ、いやいや綺麗にしていただいて、いやまたすごい職人さんね、本当にすごい恵まれて、息子が、はい、あのもう絶対やっぱりあの乗り換えさんだって言って、はい、何もかも、ね、すごいいい方だから、そうですね、浜田さん、もう本当に当たり、大当たり、そうよかったでもう息子もあの主人もすごい喜んで、
今回、はい、あのやらせてもらって、はい、であの店長さん、はい、最初うちこっちだけやってもらうつもりだったの。あ、こちらの、はい、自宅の方。そう、はい、でカナリは、はい、まあいっかって言ってたら、はい、店長さんがいろんな血管を見つけてくれて、はい、でどうせやるなら、はい、一気にやった方が、はい、あの足場とかも一回で済むから、ね、どうですかって言って、はい、まあ、今その今ショーの悪口のお二人とあれでしょ、まあ、社内的なことなんで、そうで、あのすごい塗り替えさんの社長は YouTube で毎回あの子見てて、はいはい、いいわーとか言って、はい、そう、あ、誰ですか、誰、息子が、あ、息子、そう、俺のこと、そう、こんなやつをで、あのそうだから、あのちょっと知り合いのママたちに、はい、あの塗り替えるんだったら、うん、はい、塗り替えさんの方がいいよって私は伝えておきました、はい、この動画もあのまた友達にたくさん教えてくださいあのなんか息子だけど本当に綺麗に塗っていただいて、私も体大丈夫ですかって日曜日までされてるから すっごい心配で、今日はいい動画になりそうだな。ありがとうございます。すいません。職人さんも本当にいい方ばっかり見えて、はいはい、まだ終わってないんで、まだ安心してください。あんまり褒めると気づけちゃうんで。いや、すごいいい方で、いや、そうですね、私本当に感心して、いや、うちも本当にもうレジェンドって言われてるんで。そうなんですね。はい、すごい。もうそれがちょっと いろいろあって、うん、ちょっと。あのキムラ翔とぶつかったんで、その動画を今撮ってますもうあの楽しみにしておいてください、この動画面白い動画になります。本当にあの息子は毎回見てて、はい、やっぱり塗り替えだなって言って、あ、マジですか、うん、ありますで、なんかありがとうあ、じゃあちょっと近いうち行きます、はい、ちょっとこのまま僕時間がなくて挨拶しずにそのまま帰っちゃいますけど、はい、すいません、はい、さあ、やっぱこの声が素晴らしいね、お客さんの声がね、そう言っていただけるとありがたいです、ね、でこれって何って言ったら、やっぱ営業がつくんじゃない、職人がつくと思うね。でもこういうのをショーにもっと感じてほしいよね。まあで、こっち重いぞ。で、言っとったじゃん、今日な、やっぱやってもらって補修も。そうか、今日重たいな。重たいですね。ね、まあだけどいいんじゃないですか。そのでもあの、この僕らにも言ってくださいよ。まあ、で、河合くんも、もう今俺、はっきりと責任者になって、もう数字責任も忘れとるもんね、今、河合くんに。でも、それこそもう俺もどんどん2回抜けていくつもりでおるから。まあ河合くんになっていくと、まあ、良くなるっていうかどうかは分からんですけど、井村翔もまあそこが身についてくるかどうかは分からんですけどね。ちょっと変わってほしいんですけどね。ああ、まあそうだよね、考え方と人に対する態度を変わってほしいですね金額だけじゃないよ、やっぱり今言ったよ言っちゃったよ、言っちゃってましたであれだね、金額だけじゃなくやっぱりその喋りにくいですもんね、やっぱり。あ、そう、言ってくれたね、天野さん。これ動画で言うやついないもん。喋りにくいですよ。あ、もう使っちゃっていい、これ、はい、編集したやつ送ったら、これ全部カットしてくれって言わ。いやいや、大丈夫まあでも分かってほしいもんで、うん、嫌いで言ってるわけじゃないもんね、はい、本当にね、マジで、はい、うん、河合くんと喋るのと、キムラくんと喋るのやっぱ違いますからね。河合くんには払わって喋れるもんね。キムラ翔にはやっぱ払わね、まあ、まだ、まあ、一番近くにおるんだね、でも本当はね。あ、いい話になったね。はい、視聴者の皆さん、結構しゃべに、はい、今で僕に対して下手に喋ってきてくれるんですけど、浜さん浜さんって言ってくれてるんだけど、はい、うん、なんかでも下手なんだけど、なんか違う、まあこっちもちょっと構えちゃってるのがあるんで、だけどそれってあれだよね、向こうからやってくれんとね。まあ、もちろん浜田さんも一生懸命寄っていくのも大事だと思うんだけど、まあ、あいつはあいつなりにこれをやっぱ耳に、なんていうの、脳に焼き付けたからよね。あいつは案外そういうの思ってないもん。俺もよくそういうこと言うんだけど、お前別にあれだぞって、コミュ力ねえぞって言って、いや全然ありますよみたいな感じのとこあるもん、あいつで鈍感なんだよね、あいつね。だけど少々皆さん、もうこれ3回目だけど、あのさっきお客さんも評価したよりすごい優秀な営業マンで、仕事はできるし、もちろんそのせこい泥棒みたいなことをする人間でもないし、はい、そこだけは分かってるよね、はい、うん、でそういう人間ではない、本当に。でうちの人間にそんなやつはいないし、うん、まあ、あいつがおったからここまでのね会社になったっていうのも、硬いですね、硬いね、硬いし、硬、うん、いのもいいんだけど、そのコミュ力が硬いよねであと心配性なんで、うんうん、大丈夫大丈夫みたいな、うんうん、お前どう感じるの、俺って、まあ、あいつの社長だから上だから
うん、まあお前勝てえぞとかもっとお前でもなんか俺も分かるもんね。なんか事務員さんたちも言わないけど、絶対俺が苦手でしょとか言ってもさ、まあ、言わないけどって、まあ、本当のこと言ってもいいんだけど、別にまあ、ね、これ動画見るからあんまり言わないけど俺はそういうことはだけどそのあいつって分かってないじゃんそことっつきづらいみたいな感じとかあるだろう。ない？いやぶっちゃけ使うの？おい全部いやまあ感じるときはありますけど、その毎日喋るような関係ではないので今。ああそうか、はい、挨拶と、うん、まあお互い何かあるとき以外は喋らないんで、はい、面白いね。まあ感じるときはまあありますが、僕は支障が全くないので、あまあ俺にはちょうどああいうやつがいいんだけどね。だって本当はあいつが、俺も最近ちょっと本当にあいつにも言ったんだけど、だってリーダータイプじゃなくて俺の番頭タイプなんだわ。 あいつがおると俺は最強なわけ。これやってきてあれやってきてとか、もうこういうことやりたいんだけどお前ちょっと調べてくれって言って、もすごい仕事のスキルとか高いから。で河合くんに言ったらもうちょうだいって、あいつ多分おらん方が多分塗り替えもうまくいくけど、ただ代わりなら営業がいないんだわ。ハオさんもう年だって営業やったらいいんじゃない？だから営業もいや、できるできる、見積もりだから。いや取っとこいってわけじゃないもん、商談行くんだもん。もうちょっとやりやすいんだけど。もうでもいい年じゃん。え、きつい？初めて56です。面白いね。やる？いや今すぐじゃなくて。まあちょっと話変わりましたけど、もう戻そうか。はい、皆さん浜田さんが営業するっていうサムネになってると思いますけど、うん、ね、ちょっと思いが、うん、まあちょっとあんまりねあれだけど、一回酒飲む。あ、いいっすよ。これ面白いね。イブラかわいい。まあ俺カメラぐらいで浜田さん公開する前にすぐ段取りしましょう。あ、違う違う、公開する前に、はい、段取り。ああ、なるほどね。公開してからあれ見てアンサー動画でお酒飲む会作ってもいいと思うんですけど、公開しない方が、いや、その方がいいんじゃない？これ見てからの方がいいんじゃない？だって俺浜田さん目の前で言えんて、優しいもん。なんかこれ動画なら言えたんだけど、これあって俺これショーのために言ってるから言えと思って、はい、あいつが嫌いじゃない、ただ腹が立つとかムカつくとか、やっぱ仕事で生活かかっとるとか、はい、いろんな思いがやっぱ交錯しとるわけじゃん、はい、だけどあの子のこと好きだよってだから言うんだよね。なんであの子のことトータル的にもう嫌いだよって多分言わないと思うんだよね。そのだって嫌われる必要があるんで、うん、損してんの浜田さんは、はい、うん、だからこれ見てからの方がいいんじゃないかな。だからもうあとは相手がどう答えれるかっていうのが見れるじゃん、はい、だよね多分。これ見てほしいよね、酒飲むならね、はい、うん、これ今俺の気持ちっていうの絶対やりましょう、うん、もうまだ溜まってるもんあるんですか？もう一回ちょっと出した？いや3割ぐらいですね。まだ本当まだ続きは、じゃあお酒の席でいける、はい、これまだ3割なんで相当溜まってます。ちょっとやろうか、はい、一回河合くんと、河合くんと一緒でもいいね。はい、やってみましょう。この前河合くんのうち行って散々喋りました、ね、あ、マジ？ちょっと面白いな。もう本当にもう辞める寸前まで行ってました。ああ、そうだね。俺海君がチャラチャラ聞いとったんだわ。俺はもう任せるとしか言ってないけど、まあいいよって言ってやるやつで、翔にも言える河合君になってからかし、だからやっぱ河合君もちょっと翔苦手じゃないけど言いづらいっていうのもあるじゃない、バートから入ってきてるから、うん、もう時間やばいでいきますわ。はい、視聴者の皆さん、どんなに辛いことも成長の糧だと思ってます。小林和夫です。本日浜田さんがいい話聞きました。毎日残業して遅くまでやって、浜田さんの時7時くらいで終わってますよね。で、なんとかこれだらだらやれば多分前になってきますけど、それをリンクで話して、ちょっとカメラ回ってもらって、まあ、例えば10人で納めてほしいっていう営業サイドの金額で、浜田さんが「はい」じゃなくて「10人で終わらせました」で、あ、じゃあ予算内にできたね」じゃなくて「できたんじゃなくてやったんだよ」っていう、そのできたのとやったのって違うっていうのも10人分ぐらいしか出んから、前で何をして終わらせるぞってやって、ウーロン茶お願いします。現場見る、あのやる前に現場見に行って、どれを買いますよって25人ぐらいかかるよ、そんなかかりますよ。そしたら帰って今から行ったら、そんなかかる、
20人ぐらいで終わるでしょ、そういうとこはちょっと軽いもんね。あー、食べとるね。これどこ使われるよ。まあ一回確認あるんでね、はい、まあ一回好きなだけ行った方がいいね。確認が入るから、そういうとこはちょっと軽いもんね。まだ1杯しか飲んでないからね、ハワさんね、はい、でも1杯、一気飲みレベルで入ったくないですよ。だから結局24人かかったんですよ。あー、一括やってね、いい線なんですよ。あー、別にサバ飲んでるわけじゃねえよと、はい、外部の手直しまでやって、うん、だいぶ溜まっとるね。まあ、今までのその蓄積があるんですよ。ハワさん、お疲れ様です。チリも積もれば。ハワさん、本当にやる。俺らちょっとね、早くから来とって、またまたまカメラ回って、まああれの続きだでな、はい、まあ、ちょこっとつくだけで。ハワさん、すごいね。これ壊すよ。飲むとき飲みますもん。まあ一回取るとき生1つ、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 そういうところが大丈夫です、うん、ありがとうございます。はい、すいません、はい、よろしくお願いします。厳しいなっていうのですね、はいはい、ちょっともう一回カメラ回っておいて、もう一回最初こうやってもらっていいですか。すいません。この会社の二階道場の看板を背負ってるってやってるわけなんで、さっきの目は良かったな。下手な仕事は人殺すぎるような勢いで看板を背負っとるんですよ。下手な仕事は できない、うん、でもそれがちょっとあんまりそのそういう気持ちにならんようなテンションになっちゃったんで、うん、あ、今はどうなんですか。じゃあ10段階中4ぐらいですか。あ、だいぶ低いね。あ、マジ。そうだよね、今日行った時のあのストレスはそうだよね。でも仕事的にはやっぱりやりたいんで。これでも会社の仕事だね。今塗り替え道場に対する思い4、やばいよ。最低7以上だよね。昔は10でした。そうだね、その現場行ってもね、すごい細かく説明してくれてね。でもああいうふうに今日みたいに言ってもらえれば、うん、やっぱ嬉しいじゃないですか。いいよ、来てもらってよかったです。お客さんもめちゃくちゃ喜んだしね、ちょっと真剣に動いたでしょ。ああなるとやっぱ6ぐらいになるんですよ。俺スピードあるからね。思ったら重症だね。重症ですよ。あ、そう、重症ですよ。ほんと単価だったら統一性を持たせたらなんかなるわけで、でも現場ってでもさ、単価って難しいよね。ベースってあくまでベースじゃないですか、そこにその見た現場でいろいろオプションがついてくるわけじゃないですか、でそのオプションって結局そのやりやすいやりにくいっていっぱいあると思うんですよ、うん、きついなって思った時にあえてこっちからやっぱり追加くださいって足場でもそうだけどやっぱり言いたくないじゃん基本的には。まあそうですね、うん、追加ないとできないのって思われるんかなとか、そういういろんなね、捉え方は人それぞれあって、追加くださいってもうストレスなんですよ。本当に真剣にこの自分の世界をやってきたんだ。だからもう思いがすごかったもんね今日。でも井村翔気遣いして喋ってたし、まあこれって誰が悪いとかじゃない、河合君はよく仕上げてる。もうそれでいいか。はい、もう今日昼カレーココイチ行ったよな。はい。なんて言った。ココイチなんて言った。あ、返事が。なかなかでも ここまで声出せなかったじゃないですか。もう多分よくしよう、一日で変わるんですよ。僕はもうやめたくはないですよ、うん、やめてほしくないですよ。40で、すいません、骨とかそういうの全然出ちゃう。すいません、はい、視聴者さんが、あ、こんにちは、違うけども
塗り替え道場で使ってこいって。あ、カメラ回ってる、ごめんね。カメラ回ってる、今までね。ここ出ていい？はい。お願いします。はい。どこ？大丈夫です。どこ？どちらかって言え。ははは。俺のこと知ってる？知らんです。もう知らんのか、誰が知っとんの？え？知らんのか。めちゃくちゃ有名だぞ、俺。お前小学生だろ。お前ら、死なせたかんぞ。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 あ、じゃあ、僕に呼ぶんだよ。俺が主役に呼ぶんだよ。第1位。悪くない、世界を救う。第1位。呼びだよ。呼びだよ。呼びだよ。呼ぶんだよ。呼ぶんだよ。あ、あの年末、年末の、うん、で年末現場行ったんですよ。大雪止まって、で雪止まって、もう年末でいっぱいいっぱいで、落とさないとっていう、いっぱいまで終わらして、月曜日に足場話で、うん、で日曜日に電話かかってきて、今日風強いですね、風強いですね、というのが電話って、大丈夫ですかね。現場入ってるし、ね、いや、開けとる、うん、で、どう、大丈夫ですかね、今日風強いですね、電話があってたので、どうして欲しいのかわからんですよ。ああ、台風用事。ああ、だから休みだね、お互いに休みだから、行ってっていう意味でしょ、こいつみたいな。だから、それを言わんもんで、すいませんけど、台風用事してくれませんかとか、言ってくれれば、言ってくれればって話。だし、まあ僕の疑問で石原浜さん手伝ってくださいよ。今日僕動けないんですよね。で、まあ今日風強いですね。強いですね。で、俺もうしびれ気だし、じゃあ歌うようにし、行きますわ。日曜日に俺行きましょう。で、言うまで。正月休みね。正月休みね。まあ今日風強いですよね。言われるし。まあ、もし俺はしびれ切らして、まあ、じゃあ行きますわって言って、俺の対応用意してました。すいませんけど、お願いしますって言われや、あ、まあ、じゃあいいよってなるじゃないですか、こっちも。わかるですよ。いや、なんか、かっこよさじゃん。すいません、浜田さんって、俺、今日どうしてもこの男、こういうところに行っておってって、事情も全部説明して、京都におるんですよ。家族の月に1回しか会えん、家族と今おって、浜田さん、すいません。言えてくれんすかとか、風強いもんで言ってくれませんかって言われれば、うん、まあ、うん、じゃあ行きますかってなるじゃないですか。もう逃げ切らんもんで、そういうとんの。ああ、そんな感じ。たぶん俺が年上だもんで言いにくいなと思うんですよ。いや、年上だからはっきり逆に言わんと失礼になるから言うんじゃないの。風強いっすね、風強いっすねってそのイメージは分かるんですよ。だからどうしたい、そんなことする感じ。こっちはダサな、どうしたいのってないんですか。ダサいよね、それはダサいよね。人としてね、早く行ってってなりますね。結果はもう、でもある、そういうのも分かる。誰ですか。井村翔。何翔だった、はっきり翔。心配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 翔。何でもよくさん撮ってないですけど、心配症。心配症。井村翔じゃなくて、心配症。ちょっと僕の心配僕らの時はやっぱないですね。そういう感じだよね。じゃあ行ってこいみたいな感じだろ。スローないです。行ってきてくれみたいな感じです。いや、でそこで僕も行けないですよっていう、結構バンバンだもんねっていうか。あ、でも翔くんも上手いじゃないですか。どうしようの、俺らでもあれやしな。あ、でもそういう感じ出すんだ。そうっす。社名なんとかしろってじゃなくて、俺どっちかっていうとなんとかしろ。そうっす。で、社長の名前分かるんですよ。まあ、ショートの名前ちょっと困る感じなんですよ。分かるんですよ。そっか、どうしようだな。俺らもゲームでなぁ。じゃあ僕ぐらい行きますよ。あ、なっちゃうんですね。あ、なるほどな。これどこに使う？ちょっと、まあ一回ちょっと、カラキュラの、ちょっと、ここ酔っ払ってるで、俺、ようわからんでさ。難しい。ちょっと挑戦してね。はっきり言ってほしいね。ああ、どうして、どうして。正確だね、これ。どうしてほしい。
だから多分ショーは営業やっとるよりなんか YouTube 班でお手伝いしとるの向いとるよ。俺がいろいろやっとるの向いとるよ。思わ多分なんかリーダーじゃないでも井村さんは営業しいるし営業としてはすごい、うん、何個は営業じゃん最後に止めてくれって音締めないで心配症とか言ってんだから心配井村翔じゃないですよ心配症ですよって言ったでね営業としてあの子は営業じゃんあ、そう僕は営業向き、はい、営業は多分すごいと思いますわかりました、浜田さん分かっていいですか向いて飲みたいごちそうさまです飲み足り夜帰るよし、行きましょう、浜田さん飲み足り浜田さん飲み足り大丈夫ですかまあちょっと大丈夫ですか大丈夫ですか